はい、しげちゃんです。今日は駅前の綾部駅前の温泉にある定食屋さんに来ております。美味しいハンバーグ定食を堪能いたしました。ということでね、仮想通貨274万円ということで、お買い求めやすくはなっておりますね。今日もいい感じでですね、まあ、これ今後も1年ぐらい続くんじゃないかと思いますけどね、我慢して、待っとく、あるいは買い増しを続けるということで、後々いいことがあると考えております。はい、それではニュースを見ていきましょう。生活に欠かせない音楽を NFT で盛り上げるということでね、これ PR 記事でしたね。ちょっとこれは外しましょう。はい、FOMC 直前に米長期金利が一段高、 XRP 続伸も BTC 反発ということでね、長期金利が一段高ということで、米国株も上がっていくと、それにつられて BTC も反発していくという流れが今後起こっていくだろうと考えますけども、最高値更新するかどうかわからないですけどね、米国株はですね、まあ来年あたりがちょっとやばいかなと思っております。自立分散型自立組織は伝統的な企業統治よりも優れているか、それはどうでしょう。分散型自立組織は開発があまり進まないですからね、競争がないからですね。しかしいいものができればいいんですよね。いいものができればいいんですけど、競争が進まないんですね。要はいいものというのは、今の伝統的な企業統治の方式で、ブロックチェーンを取り入れていくというのが、今後の重要な企業の一つになっていくだろうと思いますんでね、必ずしも中央集権が悪いっていうわけではないと思います、ね。ライトコイン、新しい決済手段として、進化していく。ライトコイン財団幹部が語るということでね、ライトコインといえばプルーフ・オブ・ワークスですから、長期的にはいいと思いますけどね、ビットコインができない部分をライトコインが補っていく、ライトコイン、同時コインが補っていく、そういう世界がっていうのがね、今後の未来になっていくと私は考えますね。中国のデジタル人民元、北東省、東なんとか省、河北省、四川省での展開を計画。ちょっと、まあ、デジタル人民元タブになって聞いてはいましたが、まあ、試験的にちょっと試験的に使ってみてどういう結果が出るかっていうのを試してるところなんじゃないかと思いますけどね。はい、デジタル人民元どれほどの広がりを見せるのか、まあ中国政府がやっているから中央集権的なデジタル通貨なんですよね。まあ要するに元と何か変わるのかといえば、そんなに大して変わらないと思いますけどね、デジタル人民元。
中央集権的なものは、まあ、一時的には上がるかもしれないけども長期的には下がっていきますね。マイケル・セーラー止まらず、マイケル・ストラテジーが13万 BTC を保有ということでね。マイケル・セーラーはビットコイン推しなんですよ。ほとんどビットコインで、ビットコインしか持ってないというぐらいにビットコイン推しなんですよね。それはなぜなのかと言いますと、マイケル・セーラーは非常に勉強してますね。非常に勉強してます。だから価値のあるものは暗号資産の中ではビットコインだという確信を持っていて、ビットコインは長期的に上がっていくと確信をしているから保有できるんですよね。はい、そういうことなんですよ。確信に満ち満ちているっていうかね、なかなか日本人にはない発想ですけどね。ビットコイン保有企業ランキングを見てみますと、マイケル・ストラテジー13万 BTC で圧倒的ですね。テスラでさえ1万 BTC しか持ってないんで、テスラの13倍すでに持っていることになりますね。はい、他に持っている会社を持ってたはずなんですけど、売っちゃったんですかね。ランキングには入ってないですね。マイニングの企業が強いですね。上位に来てると思います。プライドで言うとマウントコックスが14万 BTC 持ってるんですよ。非常に大きな額を持っているということで、この行きはどうなのか。ということでね、ちょっと今日は体調が悪いんで、この辺にさせていただきたいと思います。またまた明日よろしくお願いいたします。ということです。周辺では緊急安全確保、朝帰宅、それから秋の担当